はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は長生きに関するね、話をしていこうと思います。人生100年時代を生きるっていうところなので、やっぱり心身ともにですね、心も体も健康で生きていきたいということですね。で、最も必要なことは何なのかっていうことが、今回ね、いろいろと調べていると面白いデータがありましたんで紹介していきたいと思います。で、今回30万人というね、すごいですね。30万人ってどうやって集めたんだっていうことなんですけど、こういった大規模調査っていうのを行っていきました。で、長生きに必要なものは一体何なのかっていうことをパッとですね、聞かれて浮かぶものといえば、健康的な生活とか、健康的な生活を送る上で、いい食事をとるとかね、例えば野菜を中心にみたいなとか、あと加工食品を食べないとかですね、とか、睡眠適度な時間をとって質も高めていくとか、あるいは、週に何回かの運動を行うなどなどっていうところですね。ところが今回30万人という大人数を 7.5 年かけて調査したところ、実はいい食事をとったりとか運動をすることよりも重要なことがあったなんてことが分かったので、今日は皆さんにそれをシェアしていきたいと思います。で、結論としては、友人との関係がいいことっていうことだったんですね。で、友人がいない人と比べても早期死亡率っていうのが 50% も下がるっていうことが分かったんですよ。で、これってどのくらいすごいのかっていうと、肥満を解消するために、ちょっと私メタボだからみたいなね、人がそのお腹を、ぽっこりお腹を解消するためにする運動とか、健康的な食事を日々とっていくってね、運動ってやっぱ定期的にすることだし、食事なんか毎日とるものなんですけど、それをするよりもメリットが大きいという風な結果が出たんですね。これめちゃめちゃ重要なポイントだと思うんですよ。さらには、友人っていうのが、その年齢、もう年上とか年下とか、それから男女とか社会的地位、偉い偉くないとかっていうのに関係なく作ることができるっていうのはメリットの一つっていうことですよね。やっぱり友人っていうのはね、いくつになっても、例えば漫画なんかで少年がおじいちゃんとかおばあちゃんと仲良くなるお話とかもあったりすると思うし、やっぱり男女の友情関係でもあったりと思うし、ね、あるいはニートと社長が仲良くなるみたいなこともあったりとかしますから、そういった意味で、その運動とか食事とかっていうのはやっぱ継続しなくちゃいけないとか、そのレベルが高い低いとか、お金がかかるとかっていうところあるんですけど、友人を作るのとかってやっぱお金もかからないし、ね、自分がその気になればいろんなところに出ていくこともできるというところで考えると、やっぱりメリットとしては大きいんじゃないかなっていうところですね。で、孤独が良くないということで、以前どっかのタイミングで孤独と友達といることのバランスが大事ですってっていうことなんですけど、やっぱり寿命を健康的に長く伸ばしていくためには孤独で居続けるのはよろしくないっていう話なんですね。で、先の話の補足をしていくと、効果に関してですね、長生きするかどうかっていうところでいくと、友人がいると健康的になれるっていうよりも、どうやら孤独で居続けてしまうことによるダメージっていうのが大きいそうなんですね。というのも、社会的にも孤立してしまうと廃人のリスクが高まってしまうという結果も出ているんですよ。だから時折自分の時間を作る、例えば1日15分とか、1週間で1時間程度の時間を作るとかっていうのは重要なことなんですけど、ずっと孤独でいると死っていうのが近づくスピードが速くなってしまうので、なかなかやばいですぜっていうことなんですね。で、実は友人っていうのは家族よりも重要な存在だということが言われているんですよ。高齢の方々を10年追った調査なんかでは、友人が多い人とそうでない人と比べて、確かに友人が多い人の方が長生きだったっていう結果が出てるんですが、一方で自分の子供とか親戚と仲がいい場合っていうのも、寿命はそうじゃない人と比べたら確かに伸びるんですけど、親友がいる場合の方がさらに寿命が長くなったっていう結果なんですね。だから家族よりも友達の方がいいと。なんですよ。だからといって家族をないがしろにしろっていうことじゃないですよ。じゃあ結局親友とか知り合いとかって、作った方がいいですよっていう話なんですけど、ここでもう一つ問題が出てきて、何かっていうと、友人かどうかっていうのが見極めるのがやっぱ結構難しいですよね。自分からは、あいつは俺のマブダチだとか親友だとかずっともとかって思ってたとしても、相手はね、残念ながらそう思ってないケースもありますと。逆に相手があなたのことを超私の親友とかって思ってても、誰みたいなね、こともあったりするんで、ここはなかなか難しいところだなっていうふうに思うんですよね。明らかに分かりやすい区別っていう部分でいくと、SNS 上だけでのつながりしかない場合には、友人にはカウントをしない方がいいというところですね。つまり、リアルに会っている友人だけをカウントした方がいいというところ。
ところですね。で今回のその調べてみた、僕がね個人的に調べてみた内容っていうのはちょっと分からなかったんですけど、じゃあその友人とか親友とかっていう人たちをどう自分の中で解釈をしたらいいのかなっていうことを、まあ、掘り下げていってみると、共通の思い出を持ってたり、特に青春時代とかねの思い出を持ってたりとか、互いに人生の岐路にあった時、例えば結婚とか子供ができるとか、青天の霹靂で出世するとか、あるいは転職をするとかね、そういった時に重要なアドバイスをしてくれたりとか、時には叱ってくれる、特にこの叱ってくれる友人がいるかどうかって結構大きなポイントだったりすると思うんですよね。やっぱりなーなーの表面上の付き合いだけっていいかもとか可愛いとかね、そういうことしか言わないような人たちっていうのは腹の底そこではね可愛くねえよとかって思っているようなケースも多々ありますから、時にやっぱりそれは良くないよっていう風にビシッとね指摘をしてくれる、そんな存在ってやっぱり親友と呼べるんじゃないかなっていう風には思いますけどね。で当然ながらこういった親友っていう存在っていうのは一朝一夕にできるようなものではないので、とにかく今あなたが付き合っている人たちの中で大切に大切にしている相手っていうのがいつしか最高の親友になっていく可能性がありますから、今あなたが過ごしている中でこの人は大切にしたいな、この人とは長く一緒にお付き合いしたいなという方がいれば、その人たちをぜひ大切に大切に、扱っていただけたらというふうに思います。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。